どうも、面白ひげメガネです。今日はですね、ちょっと久しぶりの企画なんですけれども、B'zのいろいろな曲をファンじゃない人に聴いていただいて純粋な感想をもらおうという回でございます。ちょっと久しぶりなんですけれども、今回聴いていただく曲がですね、ちょっとある理由から、今までちょっと出てこなかった曲で、ダイナソーですね。はい、まあ、ファンの皆さんならご存知だと思うんですけど、ダイナソーを聴いていただいて、まあ、プラスちょっと、今までのアンケートに基づいた、2曲ほど聴いていただいて、思ったことを純粋に言っていただこうと思っておりますので、あくまで、ね、ファンじゃない方の純粋な意見ですので、それに関しては温かい目で見ていただければと思います。ということでですね、本日 B'zの曲を聴いていただくゲストの方なんですけれども、この方です。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。はい、はい、恐竜のお兄さんこと加藤博史です。よろしくお願いします。イエイ。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、加藤さんとはちょっと YouTube で、コラボさせていただきまして、恐竜のチャンネルをやられてるんですよね。はい、恐竜のことをいろいろ紹介したり、ゲームの実況、そして映像をさらに楽しんだりすることもできる、そんな動画を作っておりますよ。ちなみにB'zっていうバンドはご存知ですかね。はい、名探偵コナンのタイアップとか、あ、はいはいはい、映画の主題歌で、知ってる曲ってどんなのだったりします？ギリギリチョップ、はい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 、永遠の翼、あ、はいはいはい、それと有名なウルトラソウル、不滅のフェイスは B、 あ、そうですね、よく知ってますね。その4曲がパッと思いつかい感じですね。なるほど。とっても素敵な方々だと思うんですが、そこまで深く聞いたことが今までなかったものですからね。いや、全然そのぐらいの感じがちょうどいいので、もう正直に思ったことを感想を言っていただければと思いますんで。はい、はい、ということで、聴いていただく曲なんですけれども、やはりね、コラボさせていただいた恐竜のお兄さんっていうことで、 B'zの曲の一つでですね、ダイナソーっていう曲があるんですよ。これをちょっとまず聴いていただきたいなと思うんでございますよ。はい、ということでダイナソーを聴いていただいております。はい、ということで B'zのダイナソーをね、恐竜のお兄さんに聴いていただきましたけれども、パッと聴いた印象はどうでした？ギターがすごく激しくて、稲葉さんのボーカルが突き刺さる印象でした、あー、なるほど。そもそも B'zに対するイメージって何かありますか？こういう音楽性みたいな。稲葉さんの激しさだったり厚さがガッと伝わってくるボーカルと音楽だなって印象があります。ダイナソーはどういうその印象、イメージから、そのイメージ通りだったか、ちょっと印象変わったとか。割とイメージよりもさらにガッとくる、激しめの曲だったなって印象がありました。確かにそうですね、 B'zの曲の中でもかなりゴリゴリなタイプの曲ではあるので、で、その一応その曲におけるそのダイナソーっていう、言葉の使い方が B'zのお二人としては古いものみたいな言葉のニュアンスもあるみたいで、だからちょっと自虐的な意味も込めて、自分たちなんてもう古いもんだけど、でもそれでもいいじゃんかみたいな、だからある種なんか開き直りみたいな気持ちを込めてダイナソーっていう言葉を使ってるんですけど、で、実際その恐竜のね、ダイナソーっていう、イメージも多分あると思うんで、オープニングのギターなんかはちょっと恐竜の鳴き声っぽい感じの音なってたりとか、 あれ鳴き声っぽくしてたんですね。それをちょっとこう 再現というか、あ、で、歌詞なんかも、一応誰も俺の本当の色を知らないとか、誰も俺の本当の声を知らないとか、実際ね、まだ分かってないわけじゃないですか、恐竜のそういうところは、っていうところにちょっと引っ掛けてたりとかするんですよ。私の空耳だったら申し訳ないんですけど、はい、言っていいんですかね、これ。この色を知らないって聞こえたんですけど、さすがにそれはないでしょ。この化石ってちゃんとあるんですよ。あ、そうですよね、そう、それで何を食べていたかとかっていう研究もあるので、そういう意味も込めて、あ、いろんなことがわからないけど、
個のことですら分かることがあるよって意味でダイナソーかなって思ったんですよ、はい、なるほどね。いやもちろん色とか声とか、はいはい、まだまだね分かってないことたくさんありますけど、はい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 、ちょっと王道からずらした感じで言ってんのかなって思ったんですなるほどな。でも本当にそうだとしたらマニアな恐竜好きの人からするとちょっと分かってんじゃんみたいな感じになるんですかね。僕はそうでした。あ、こういうところ狙ってくるんだっていう感じで聞こえてたんですけど、あ、空耳だったんですね。空耳ですね。いやー、加藤さん的にと言ってほしかったんでしょうけどね。いや言っていただいたら嬉しいですけど言っていただいたら嬉しいです。聞いてる方は何のこっちゃだと思うんで、はい、いやそうですね。まあ、まあ確かに稲葉さんその作詞の仕方にしても結構その、まあ普通じゃないというか独特の言葉遣いみたいな結構多かったりはするんで、ただまあさすがにはね今までないっすわ。言ったことは多分言うとしてもなんか違う言い方で言うだろうなっていう感じ、そこまでストレートには絶対言わないだろうなっていう感じしますけど、まあ、ちょっとねダイナソーという曲を聴いていただきましたけど、まあちょっと他にビーズに関してその恐竜関連の曲というのはちょっとないので、ここからはですねもう普通にちょっとビーズの曲で普段の視聴者の方がまあファンじゃない人に聴かせるんだったら聴いてもらいたいみたいなのを過去にアンケートを取って、まあ、上げていただいた曲をちょっと聴いていただこうかなと思うんですけど、はい、次の曲がですね、はい、じゃあブルーサンシャインという曲を聴いていただきたいんですけれども、綺麗なタイトル、綺麗なタイトルですけれども、はい、ということで、はい、ビーズのブルーサンシャインを聴いていただきましたけど、どんな印象でした？ギターと歌声は前のダイナソーより強くはなかったんですけど、うんうん、どこかに爽やかさと、うん、そして何と言いましょう、哀愁と言いますか、はい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 、少しだけの哀愁が混じったようなメロディーとしてはちょっとあったかくなれるような、うん、温かいメロディーって感じがしましたね、うん、あ、なるほど。まあ、だからこの曲に関してはまあビーズのファンの人も、まあ、ファンじゃない人が聴いても1回で好きになってくれるタイプの曲なんじゃないかっていうことで、でもちょっとその哀愁っていうところはちょっと確かにまあ言われてハッとしたところではありますね。私の印象としては夕暮れの波打ち際で聴いているような、う、はいはいはい、そんな印象を受けたんですよ。ああ、わかるわかる。ちょっとじゃあもう一曲聴いていただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、これもまたちょっと今までとはタイプの違った感じの曲なんですけど、モーカリマッカっていう曲があるんで、関西弁の、関西弁のモーカリマッカです。OK です。終わりました。ということでモーカリマッカを聴いていただきましたけど、どうでした？さっきのブルーサンシャインがその終わりかけの恋の歌だと思ったんですけど、うん、今回のモーカリマッカはそれよりも等身大の人たちのやり取りを、どこにでもいそうな、ね、そうなんですよね、そんな人たちの話をそのまま歌詞にまとめたような印象を受けました、うん、もうだって終始関西弁ですからね、関西弁のブルース調の曲で、うん、でもその辺のなんかもう何だろう、庶民のぼやきみたいな感じの曲ですよね、うん、表現が適切かはよくわからないんですけど、いい意味で人間臭い歌だなと思いました、うん、まさにそうですね。まあ、ビーズの曲の中でもまあちょっと異色のタイプの曲というか、まあ非常に古い曲なんですけど、その単純にファンじゃない人が聴いてどういうリアクションを取るのかを知りたいっていう曲で、まあ一番多かったやつなんですよ。ブルースってどうしても悲しいイメージがつきまとうと思うんですよね。まあそうです、憂鬱のね音楽っていうのはありますからね。それをなんか関西弁にしていることで、うん、和らいでる感じもして面白いなって思いました。確かに。音楽って普段どんな聞いてるんですか？音楽は好きになった曲があれば、はい、何でもって感じです。昔すごく好きなアーティストはいたんですけど、そのアーティストさん今活動休止中なんですよね、はい、あ、そうなんですか。ちなみに誰ですか？知ってる方は知ってると思います、うん、ピストルバルブっていうアーティストがすごく好きです、はい、いつぐらい？活動時期が2005年から2016年でした。ああ、なるほど。
管楽器主体のホーンロックでした。なるほど。でその中の一人の人で、はい、恐竜好きな方もいて、あ、そうなんだ。でそのバイオリンの方は高校生の時の僕に、はい、あのひろし君はあの恐竜のことを話す時の例え話とかうまいから、はい、学者になれなくても恐竜のことを話す人として仕事していくのいいんじゃないって初めて言ってもらえたんです。あ、じゃあ恐竜のお兄さんになるきっかけになった人ってことですか。その通りです。へ、去年の暮れに久しぶりに会ったんですけど、はい、とても精力的に活動されていて感動しました。まあ、ということでちょっとまあ3曲ね聴いていただいたわけですけど、それぞれね全然違うタイプの曲だったと思うんですけど、はい、一番好きなのとか聴いてもいいですか。好きだなって思えたのはブルーサンシャインですね。ああ、なるほど。爽やかなメロディーでもあり、どこか悲しさも含んだような、うんうん、美化された思い出かな、はいはいはい、そういうニュアンスも何か入ってると思ったんですよ。あ、なるほど。綺麗な過去と言いますか、うん、そういうことを曲にしているところが素敵だなって思って、うん、ブルーサンシャインを選びました。なるほど。これがだからもしダイナソーのあそこがだったら1位だったかもしれないですよね。そうですね、興味深さではダイナソーが勝ったと思います。恐竜以外に好きなのもあるんですか。恐竜以外だと、はい、特にハマったのは、はい、あの建設用の重機、パワーショベル。あ、はい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 、またマニアックなところ。免許持ってますよ。あ、そうなんですか。あの技能講習の。へえ、それ知ってればビッグマシーンっていう曲あったんだよな。それを聞かせればよかったかもしれないな。じゃあ一応ですね、あの加藤さんの恐竜のチャンネルの方にも私出させていただいてまして、ゲーム実況の方をやらせていただいておりますので、そちらの方もよかったら見ていただければと思います。ということで本日は加藤さんありがとうございました。ありがとうございました。はちゃめちゃな実況もしてますので、ぜひともそっちも見てください。はい、面白ひげメガネでした。ありがとうございました。